佐藤和夫動画チャンネルです。再び市役所の前に来ておりますけども、まあ、本当に昨日の夕方夜から比べると、まあ、1メートル以上の水位が下がりましたので、ちょっとホッとしているところであります。まあ本当今日も天気予報は雨でありましたが、まあ、実際にはちょっと晴れてましたのでね、良かったです。本当に2日連続した雨降るようなことがあるとちょっと危険だなというような部分も感じてましたけどね、まあ、本当に良かったです。終わります。